皆さんこんにちは、泉誠です。このチャンネルではバッティングに役立つ情報を元高校野球監督の泉誠がお伝えしていきます。どうぞよろしくお願いします。今日はバッティングの基本第3弾です。前回前々回の動画をまだ見てない方は概要欄にリンク貼ってますので、ぜひ見てください。バッティングの基本第3弾の今日はステップについてです。ステップについて皆さん一度は悩んだことがあるんじゃないかなと思います。私も現役時代にステップについて悩んでいる時期がありました。ノーステップで打った方がいいのかとか、足を上げてステップした方がいいのかとか、もしくはすり足でステップしていった方がいいのかとか、あとはまっすぐ踏み出した方がいいのか、少しベースの方に踏み込むようなステップをした方がいいのか、こういう感じでオープンにステップするのはどうなんだろうなとかいうのを、一生懸命現役の時に悩んだ経験があります。はい、それでは具体的なステップのことについてなんですけども、3つのポイントに絞ってお伝えしていきます。1つ目がどんな感覚で、踏み出していけばいいのかということですね。それに関してはですね、これ空き瓶なんですけど、これが空き缶だと思ってください。空き缶を空き缶を潰そうと思ったら皆さんどんな感じで潰しますか？こういう感じで、ね、潰していくと思います。その感じで前足をステップしていく、これが大事なポイントです。この空き缶を潰そうと思ってこうやって倒れるような感じで踏み込んでいくと、どうしても力が外側に逃げてしまいます。ですので空き缶を踏みつけるようなイメージでステップをしていく。そうするとしっかりと地面に足の力が伝わって、前足がブロックされて力強いスイングにつながっていきます。はい、それでは2つ目のポイントになりますが、2つ目のポイントはステップの幅になります。どのぐらいの幅が、一番いいのかということなんですが、これ前回のスタンス幅同様、やっぱり人それぞれステップが広い方が体の動かしやすい、体のタイプの人もいれば、狭い方が動かしやすい人もいますので、ここは自分に合ったステップ幅を見つけていってください。どうしてもステップが決まらないなと、こうやって足を動かしていって、どうしてもステップが決まらないな、足を上げても決まらない、すり足でも、決まらないという人は、一度こういう風なノーステップでスイングをしていくというようなことをやってみてください。ノーステップ打法で、有名な選手というのは大リーグでいうと大谷翔平選手ですね。皆さんも大活躍はご存知だと思います。そして日本の方でも、T 岡田選手というね、オリックスの選手が、活躍してましたので、ステップがどうしてもしっくりこないという人はノーステップから自分の適切なステップ幅を見つけていって、そして、そのまんまノーステップで打つのもよし、足を上げてそのステップに持っていく、すり足でそのステップに持っていく、こういう風に工夫をしてみてください。はい、続いて3つ目になります。3つ目はステップを踏み出す方向ですね。ピッチャーに対してまっすぐがいいのか、少しクロスの方がいいのか、少しオープンの方がいいのかということなんですが、これについてもやっぱり個人差があります。ただね、一つだけお伝えしたいのが、どうしても引っ張りのファールが多い人、っていうのは開く傾向が強いです。で、開く傾向が強いので、ステップを開かないように、しようとする選手多いんですけども、逆にその時は思いっきり開いてみてください。そうするとフェアグラウンドにいい打球が飛ぶことがあります。これ体の使い方の一つのポイントですね。まっすぐ振るとこういう感じで
体の開きが早くなるんですけども、足を開くことで少しこちらにスペースができてくるので、体の開きが抑えられて、今までファウルになっていた打球というのがフェアグラウンドに飛んでいくと思いますので、ファウルが引っ張りのファウルが多いということで悩んでいる選手はぜひね、参考にしてみてください。まあ、以上3点がステップのポイントになっていくんですけども、最後にね、練習方法をお伝えしたいと思います。その練習方法として活躍するのがこのタオルになります。このぐらいのタオルですね。タオルを準備してください。そしてなるべくこういう風なフローリング、もしくはまあ畳とかでも大丈夫です。どっちかというとこうツルツルしていて、あまり摩擦が強くないところの方がいいです。そういうところでタオルを引きます。ちょうど自分がステップをしていくところら辺に、タオルを置いてください。そしてこのタオルをステップして踏んでスイングする。でこの時に実際にバットを持って振るのが一番いいんですけども、それはちょっとやめてください。なぜかというと滑ります。滑って重いバットを振ると怪我をするという恐れがあるので、まずはですね、バットは持たずに構えます。そして踏みつけてスイングをする。踏みつけてスイングをする。こういう感じでシャドースイングの練習をしていってください。こうやってタオルを踏みながらシャドースイングをしていくことで、前足のステップをした時の踏み込みの感覚というのをしっかりと体に覚えさせることができます。今すぐやってみてください。以上、ステップの3つのポイントと練習方法についてお伝えしていきました。いかがだったでしょうか。これバッティングの中でも特に重要なところになってきますので、できればバットを持ってスイングするのが一番いいんですけども、あのエアースイングでもね、やりながらいろいろ自分の体の動きの変化などを感じながら自分のスイングを作っていってください。そして今は11月です。これから冬場の振り込みが多くなる時期だと思いますので、バッティングの基本3回にわたってお伝えしてきました。その内容をしっかりと押さえて自分のベストスイングを作っていきましょう。そうすることが春以降の打撃の飛躍的な向上につながってきますので、ぜひ実践していってください。スラッガー目指して頑張るぞ。今日の動画が良かったという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。これからどんどん野球についての情報を発信していきます。その情報が皆さんの役に少しでも立てば嬉しいなと思います。ご視聴ありがとうございました。